HD1180 は太陽に似た G 型主系列星である。HD1180 は水蛇座の方向に地球から127光年離れたところに位置する。南の空にあるため熱帯地方より北では見ることができない。四等級は7.3と暗いため肉眼では見ることはできないが小型望遠鏡で容易に見ることができる。 HD1180 の質量は太陽の質量より6%重く、半径は20%大きい。明るさは太陽の約1.5倍で、年齢は73億歳。表面温度は太陽より少し高い 5911K であると推定されている。HD1180 は全部で7個の惑星がある。7個は太陽系外惑星の中では、 ケプラー92次ぐ個数であり、グリーゼン581星形やケプラー11星形の6個を上回る。これらの惑星の軌道はコンパクトにまとまっており、6個は火星軌道の内側、5個は金星軌道の内側、4個は水星軌道の内側に存在する。最も遠い惑星でも小惑星体の外側にある。質量は多くは天皇星型惑星であるが、 最も内側の B は地球型惑星、最も外側の H は木星型惑星であると推定されている。2010年の段階で C、D、E、F、G の5個の惑星が発見され、B と H の2個は存在が未確定であった。そして2012年に B と H の存在が確定され、さらに2個の候補である I と J の2個の惑星が新たに候補に加わった。 もしこの2個の存在が確定されれば、太陽系の8個を上回ることになる。なお、I と J は存在すれば表面が岩石で覆われた、スーパーアースである、可能性が高いという。惑星の軌道は軌道共鳴をしていると考えられており、発見されている B から H は、内側から、それぞれ1、5、1、3、1、3、2、5、1、5、 3時11分という軌道共鳴をしていると考えられている。一方、存在が未確定である i と j を加えると、惑星のデータは少し変化する。軌道共鳴も、それぞれ c, i, d, イコール 3, 2, 1, e, j, f, イコール 3, 2, 1となる。abcd, シンバドハットカタログ。太陽系外惑星エンサイクロペディア。 2020年10月13日閲覧。AB ナショナルジオグラフィックハット BBC ハット、8惑星持つ、恒星系、AI で、発見対応系と並び最た、NASA。アフプブニュース、フランス通信社。 h t t p コロンススララッッシシュュ w w w a f p b c o m スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ,<ッ>ュ,ュ31554792017年12月15日閲覧<ッ>。ありがとうございます。